雨が降ったら傘を差す。私ね、ある飲食店に行った時に、腹が減ったら飯を食おうってポスターが貼ってあったんですよ。当たり前じゃねえかと思ったんですけども、今ねこうしてみると意味がよくわかりますよね。お腹が空いたんだけども我慢しなければならない状況ってどうなんですかねと思うんですよ。忙しくて食べられないとか、お金がなくて食べられないとか、いろいろ事情あると思いますけども、眠い時に眠れないとかね、会いたい人に会えないとか、なんか究極は生きていたいけど生きていけないとかね、これ自分でもなんとかできる部分が多分にあると思うんですよ。今日本は戦争してるわけじゃないですし、なんかとてつもないね主権の制限を受けてるわけでもないんですよね。まあ非常事態宣言ってありましたけども、緊急事態宣言か、あれですら特に罰則はないわけですよ。飲食店の時間時短営業とかね、ああいうのありましたけども、じゃあ数万円とか数十万払ったら許されるような過料なわけなんですよね。しかもまだ実際に課された人はいないわけですよ。そう考えていくと、私たちは誰によってそれをやっちゃダメって言われてるのかっていうのは、もうね自分自身でそういうふうに思い込んでるだけなんですよね。で今日ね、やっぱりまたねお二人の方から同じ質問があったんですけども、 YouTube って顔出しせずにできる方法ありますかっていうことなんですよ。YouTube、 人の YouTube 見たことないのかなってまず思いましたよね。いや、みんな顔出ししてます？してない人もいますよね。顔出ししなくてもできるけど、でもここで私が2つお答えしたのは、顔出しをした方が簡単ですよと、顔出ししない方は不利ですよと、それでもいいなら顔出ししない方を選びましょうっていうことが1つ。もう1つは、逆の立場になった時、あなたはね八百屋に行って、もう店員さん誰もね顔出ししてこない、そんな人で、そんなところで買いたいですか？それとも笑顔で気持ちのいい接客をしてくれる、それこそ顔も見えるね店員さんから買いたいですか？となぜかね、ことね販売者側になったらこそこそ隠れちゃうと、隠れなきゃいけないような人生なんですか、商売なんですかって話になっちゃいますよね。覚醒剤売ってるわけじゃないんだから、覚醒剤売ってたら身元はバレないようにした方がいいですよ。でも自信を持った商品を売ってるのに、それをねお金を払った人が誰から買ったのか分からないとか、どこに問い合わせをすれば分かんないみたいな状態になってしまうんですよ。だからね、なんか一つ一つが、もうちょっとね稼げない人の質問集ベスト100とかできちゃいますよ。本当にね、やってないうちからね聞いてくるんですよね。もちろん聞いて悪いことはないです。ただし、まあ例えばね、こんな動画撮ってみたんですけどもどうでしょうかって聞いてくるのと、最初からね、で顔出しした方がいいんですかって聞いてきて、そこで2手3手かかるわけじゃないですか。いや、私は返信はね一般公開動画で送りますけどもねだから私のコンテンツだけは増えていくんですよ。ここをどう感じるかですよね。質問を繰り返してもお金は稼げません。行動した時につまずくわけですよ、必ず。そのつまずきが私の出番ですよね。そのつまずきにはこうだよっていうふうにね。で、YouTube をやっていて知名度を浴びることはないんですよ。まずは、まあ見てくんないですから。だからね、自分のことが特定されてどうこうってかすぐ考えますけども、まあ見てくんないですよ。そんなね、いきなり顔出しした人にものすごくね、興味を沸かして、で、ストーカーみたいについてきてくれるような、そんなファンができればいいですけども、まあないでしょうね。だからね、案ずるが馬が安しと言いますか、まずはこのビジネスというジャングルをもう踏み分けていきましょう、密林を。それこそね、一本の枝にもぶつからずに、一つの小石にもつまずかずに進むことはできないと思いますよ。無傷で成功はできない。で、ビジネスってのは傷だらけになって掴むものがなくなった、まあ全然リターンなしでしたってこともありえるんですよ、ビジネスですから。企業って成功は約束されてないですよね。勤め人と違うわけですから。勤め人は給料がまず約束されるんですよ。どんなにいたずらしても給料は保証されるんですよ。経営者違いますよね。真面目にやって何一つ落ち度はないけども、コロナで閉店、保証金なし、はい赤字倒産、これあるんですよね。誰も悪くないけど店はできませんでした。非常に厳しい世界だと思いますんで、
手段を選んでる余裕はないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それこそね、10年後に1万円稼げりゃいいやっていう人はゆっくりやればいいんですけども、今日にでも10万円欲しいっていう人はね、もうちょっと突っ込んでやらないといけないのかなと思いますよね、うん、ということで、腹が減ったら飯を食おうでございました。お財布をお腹いっぱいにしてください。いってらっしゃい。